ん元気ですか。はい、最近ですね、やはりビジネスに対して真剣に取り組んでいるけどなぜ結果が出ないんだろうっていう相談がかなり多くなってきました。実際に私もなかなか結果が出ない、このまま進んでいいのかなっていうのは何年もあった状況もありました。でその中でなぜその結果にたどり着いていないかっていうところをちょっとお伝えしたいと思います。まずですね、結果が出る人の特徴として大量に行動しているっていうことがあります。でその人っていうのはですね、右脳を使って感覚的に行動をとって、後先考えずにまずは行動をとるっていう行動をしています。はい、その中で自分の中でですね、感覚的に成功体験をキャッチして、こうすれば、ご縁をつなぐことができるっていうデータが取ることができてますね。しかしながらその方は結局自分でしかその右脳を使って行動を起こすことができず、再現性ができないって状況になります。でそのような方っていうのは一旦ですね、左脳で考えるっていうこと、言語化したり、それをデータに基づいて記録しておいたりっていうことを振り返るとすごくめくりが良くなりますね。ね、まずは結果が出ないっていう人は大量行動をしていないっていうところにあります。で大量行動っていうのはただ体を動かせばいいのかっていうことではなくて、例えば勤務をしている人、例えば日勤、夜勤である方いると思うんですけど、その勤務外の時間でも例えば SNS への投稿っていうことも無料でできますよね。やはりそれ自体もワンクリックとか文章を打って投稿するっていうだけでも一つの行動になります。なのでまずは無料のコンテンツだけでも使って自分の事業を展開していくっていう行動を取る必要がありますね。はい、実際に行動をとってて、なんで成果が出ないんだろうっていう方は、ぜひちょっと自分の行動を振り返ってみてください。大量行動ができるっていう人はどういう人なのかっていうことですね。そういう人はまず自分の未来を決めてます。はい、で自分の未来をまず決めるっていうのは、自分の未来を決めて今なぜやるのかっていう行動で、なんでやる必要性があるのかっていう覚悟を自分で決めてます。それでないと なんとなくでは大量行動ってできないんですね。なのでぜひ自分の今を考えて、今なぜここをやる必要があるのかっていうことを自問自答してみてください。で例えば最初は趣味で始めたとか、なんか感覚的に楽しいから始めてるっていう方もいるんですけど、やはりその中で一人一人が収入を得ることができていくっていう状況を見ていくと、すごく嬉しいこと、感謝されることが増えてくるんですね。なのでそこに対して自分自身の、肯定感が上がって継続できるって場合もありますし、ぜひ自分も行動を見直して、考え方を見直して、今一度立ち止まって、なぜ結果ができてないのかっていうところを振り返ってみてください。